いやー、刹那圭介です。今回から新しいフリーゲームの実況をやっていきたいと思います。アリスメアっていうゲームです。皆さん、これを見てアリスメアではなくアリスマルって呼んだ人いるでしょう。違いますよこのアリスメアっていうのはちょっと絵本チックな映画、ちょっと売りのゲームみたいです。てか俺がそう思うだけですけど、こんな感じですよ。なんかいい絵ですね。なんかビジュアル的で気に入りました。で、このゲームをしていきたいと思います。ホラーチックな部分もある探索ゲーって聞いてる。どんなゲームかっていうのはちょっとおいおい説明していきたいと思います。ニューゲームやっていきます。カエルは悪いやつだってアリが教えてくれた。猫は悪いやつだってカエルが教えてくれた。おい、猫のことを悪い言うなや。俺猫派なんや。猫をかばうで俺は。おい、カエル。おい、カエル。カエルが猫のこと何をわかるんだと。いや、一番悪いのはウサギさって。猫が教えてくれた。その通りや。猫に乗っかるっていうね、猫好きだから。だから、ここでの生活の話は、だいたいこれくらいだね。だからここでの生活の話はだいたいこれくらいだねって全然だからでつながるような話じゃなかった。先生なんか知らんけどいや、ここの設定ですね、主人公が施設に来るところが始まるみたいなんですよ。だからこれ先生かなと思って先生って言っちゃったけど、先生でいいんかこれ。めっちゃ若かった。なんか突発的に先生って言ってしまったけどわからなくなったら君の部屋にあるメモ用紙までまた確認ができるから、ありがとうございます。ここなら君をどうという人もいない。少しだけ約束事もあるけど安心して暮らせるはずだ。それから、はい、どうぞ。手帳をもらった。手帳？ああ、このゲームね、ポイントでセーブするんじゃなくてどこでもセーブするタイプなんですよ、メニューからね。やけん手帳ってそのためのアイテム？君専用の手帳だよ。おう、好きな時でいい。嫌なことでも楽しいことでも何か感じたらその手帳に書いて僕に渡してくれないか。はい、わかりました。じゃあ今から来ますよ。はい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 、何々には何々が悪いんだよって、何々が教えてくれたよ。だからこの話は大体分かったね。これおかしい、この文法おかしいって書いたよはい、どうぞ先生。おかしいよ、先生か知らんけど絵だけ描いて出す子もいるから、それでも構わないさ。あ、そうなんすか。俺絵めっちゃ下手なんやけど。さてと、夕食にはまだ時間もあるし、他の子に挨拶をしてくるといい。ここから出て左にまっすぐ行くと君たちの部屋があるから。みんないい子だ。すぐにとはいかないかもしれないが仲良くなれるはずだよ。ああ、僕のことを言ってなかったね。先生と呼んでくれたらいいよ。あ、先生でよかったんだ。よかった、先生だったんだ。あっとったわこれで先生じゃなくて教官だったらどうするかなと思った。毎日スクワットとか腕立てとかが100回くらいさせられるかなと思って、あー、ビビった。先生がよかった。教科じゃないやな。うん、これからよろしくね、アレン君。という感じでね、このプレイ操作してるキャラクターの名前はアレンって言うんですよ。記憶喪失になってですね、両親も失ってこの施設に来たっていう感じです。そうなんですか、説明文に書いてあったね。てか先生なんこれ先生にしてもやたら若く見えるんやけど、どう見ても中学生ぐらいにしか見えんのやけど、よくて高校生若いですね。飛び級もいいとこやでこの辺とか調べてみようか。もしかしたらさ、この先生思春期っぽい顔しておけんさ、エロ本とか見つかったりするんかななんて完全にこのゲームの世界観ぶち壊しに来ておけどさ基本操作、移動選択、
先生すまん、エロ本とか探しちまったけど、こういう操作説明とかいうすっごいプレイヤーに優しいもん置いてくれとる。それなのに俺はエロ本とかあるんじゃないかとか言っちゃった。すまん。まあそれくらいにしとこう。ベッドがある、そんで時計もある。ここら辺を調べれん。あ、入れた。ベッド入れた。あー、めっちゃふっかふかや。出ていこう。こっち何？いや左やったな。俺の部屋左やったけど、ちょっと気になるけど、ちょっとこれだけ見とこう。ダイニングルーム、ダイニング、こっち行かずにやっぱストレートに部屋行くか。時計がある。時計じゃない、時計じゃない。電話な。時計じゃない、時計じゃない、電話、電話。今時時計と電話言い間違えるやつがどこにおる。俺や。挨拶しとけって言うだな。まずこっからか。ステーラって読むか。女の子、女の子の部屋に入るのか、ドキドキだ。お邪魔します。本当に女の子だった。しかもなんかおとなしそうな、本当におとなしそうな感じだった。ん、おるで、おい。あら、不思議ね、声が出るわ。は、あなたが生きてるように感じないからかしら。そう、アレンね、私はステラよ。ちょっとちょっと、いきなり不思議っ子に当たってしまったんですけど、なんか一人目に挨拶したところで、この施設での生活ちょっと不安になってきました。大丈夫でしょうか。私物チェック、私物チェック。あー、ベッドふかふかや、ベッドふかふかや。フローラルの香りがする、フローラル。おーおー、さすが女の子のベッドや。あー、アレンのイメージ下げるな俺。約束、自由時間以外は部屋からなるべく出ないこと、かっこトイレは丸、他の部屋からのものを勝手に持っていかないこと、物を壊さないこと、壊したときは先生に言うこと、鍵のかかった部屋は無理に入ろうとしないこと、人を叩いたりしないこと、他に困ったことや欲しいものがあれば先生に教えてください。欲しいもの、あ、あるんですよ先生、欲しいんです、欲しいものあるっすよ。麻雀のセット欲しいです。麻雀の台と麻雀のパイが欲しいです。これでみんなでちょっとお金かき合いながら麻雀したいですね。楽しくなるよ。一番下にシマモのような何かの絵が描いてある。ような何かってな、シマウマとは思えるのか。シマウマっぽいんやなってぐらいの、そんな絵なんだ。見てみたいな、どんな絵か。開かない。でピアノや、ピアノ、何もないかい。いろんな本ってもうちょっとさ、どんな本があるかとか、ちょっと生徒の部屋によって帰ってきたら面白いところないけど、どんな本があるかな、この子だったら。ああ、生きてる人は嫌いなの。でも、ここにいる人たちはあまりそう感じないわ。その中でも、あなたが一番生きてる感じがしないの。いえ、少し違うわね。何かみんなと違うのかしら。あら、褒めてるのよ。この子とはなんかさ、関わりたくないな。やばいな、この施設の子がみんなこんな子だったら嫌やな。ジョシュアって呼ぶかな。ジョシュア、男の子かな。よう、ジョシュア。いや、僕の名前ブラウン。ちょっと待って、さっきの完全にジョシュアじゃなかった。ジョシュアじゃない、あれでブラウンとは読まんと思うぞ。お前何言っとん。お前、いや、マーカスだったかな、ニコルだったかもしれない。アレンね、もしかしたらヘレンかもしれないぜ。おい、二人目でまたやで、
まだ不思議子、不思議ちゃんに出会ったね。この二人目でまた不思議ちゃん現れたね。モデよモデよ。今回に至って名前すら何なんかわからん状態だったもん。ジョシュアってあるんやけど、多分ジョシュアって呼べばいいんだろうけどさ。自分の名前もろくに覚えてないし、人の名前もろくに呼ぼうとせんし、なんだこの、なんだこの施設は。なんで読むこれ、チェルシー、チェルシーかな、女の子か。なんかすごいぬいぐるみある。しかも同じもんばっかある。こんなもん同じばっか集めてなんな。めちゃくちゃ怖いな。おいっす。チェルシーです。よろしくね。よろしく。この子ちょっと人見知りが激しいけど、めっちゃまともそうなんやけど、あの、うわ、こういう子に出会いたかった。なんでもないです、なんでもないです、あの、なんでもないです。よっしゃ、安心した。結構まともな子おったわ。よかったよかった。これ一つ一つ調べたら悪やつとかあるんかな。ちょっと気になるところ、次行ってみよう。よかった、3人中2人が不思議ちゃんやもんな。よかった、普通の子がおったわ。あ、2人、レッティ、レッティ、リック、リックはどうだろうけど、レッティって読むかなこれ。2人か、あれ1人しかおらんで、片方どっかおる、行っとんかな。わ、初めて見る人だ。あ、先生の言ってた子ね。私、レティっていうの。あ、レティって読むんだよ。それとね、今はいないけど、もう一人、リックっていう子がいるの。とってもいい子なのよ。あなたは、アレンっていうのね。はい、そうです。アレンです。趣味は麻雀。一緒に遊んでくれたら嬉しいな。これからよろしくね。あー、めっちゃまともや。こういうこと仲良くしたい、俺。リックに会った時はよろしくね。で、絶対これ、みんなのリーダー格の人だろう。まとめ役みたいな、すっごいたくましそうな子やん。よかった。友達を選ばんかったら。リックってこう気になるな。こういう、もしかして双子とかそういう関係で同じ部屋とかいう感じかな。どうなんだろう。よかった。よっしゃ、最後の子や。あ、ここ俺の部屋か。あ、ここ俺の部屋だった。最後の子どんなんかなっていうドキドキ消えたわ、一緒にして。アレンって文字が出た瞬間な。自分の服がたくさん入っている。オッケー。暖かい。誰か入っとった。誰か入っとったで。それは生暖かいやな。よし、時間もちょうどいいかな。ちょうどいいんで、ちょっとセーブしておきましょう。で、ここで終わりましょう。13分か。はい、というわけで今回はこの辺で。なんかちょっと面白そうですね、これ。どんな展開になるかまだ予想できませんが、ただ一つこの動画を今頃ですが、ちょっと注意してほしいんですが、こういう見た目の雰囲気のゲームですが、ちょっと俺のせいで雰囲気ぶち壊しになりそうな時もあると思うんですか、なると思うんですよね。てかもうぶち壊しになるのかなって気がする。それでもいいという方は、これからもよろしくお願いします。せつなけいづきでした。ではでは、週上げ。